ここに出してるんですけどもですね、八つ枯れ男塾っていう漫画があってですね、僕って漢字で書いてるので、まあ、八つがれっていうふうに読むんですけどね、あの、先駆けっていうのと同じで漢字一文字でどう読むかっていうやつなんですけども、えー、この八つ枯れ男塾っていうのはですね、売れない漫画家、あの、宮川っていうのがいて、その宮川の家、 部屋にですね、左ドカーンと壁を破ってですね、男塾の奴らが入ってくるわけですね。いわゆる男塾名物のですね、あの、直進行軍でですねで、ガーンと入ってきて、で、壁に穴が開いてしまったと。で、壁に穴が開いてしまったのでですね、愛犬の玄骨っていうですね、まあまあこういう犬がですね、そこの世界入ってしまうと。 ところが、犬が入るとですね、その壁を越えた瞬間にリアルな劇画タッチになってしまうんですね。で、こ骨とか、こうなったら、まあ、焼き草だと言って、この、えー、主役のですね、宮川もですね、この壁を抜けた瞬間にリアルな絵になってしまうんですね。こう、抜けたらですね、ここはということで、まあ、ここはもう男軸なわけですよ。まさかあの壁の穴で男軸と繋がってしまったのか。 ということで,ですね、えー、男塾に行ってしまうと。これでどんな話なのかっていうとですね、まあ、典型的な一話ですね。えー、まずですね、うわーと言ってですね、二人が落ちます。そうすると、まあ、田沢君とその友達って、もう松尾の名前覚えてないわけですね。田沢君とその友達と言って落ちてしまって、 で、えー、な、なぜってみんな言うんですけども、主人公はそこで一人ごとで,ですね、こんなことしてるからでしょっていうふうに言うわけですよね。まあ、このあたりですね。えー、そうするとですね、あの、見守っていた友達たちが歌い出します。日本男児の生き様は、色なし、恋なし、情けありっていう。男の道をひたすらに歩みて明日を先駆けるというですね、まあ、あの、先駆け男児君の両歌かなんかでしょうけども、それをいきなり歌いは出すわけですよ。で、 えー、まあ主人公のですはですね、この歌が歌えないわけですね。で、ああ、男軸、男行き、この道を先駆けよ、みんな歌い始めた。えー、ということで,です、ね。俺も歌いたいけど歌詞わかんねえんだよな。あれ変だよな。と、さっきから背中に視線を感じるぞというふうにですね、えー、主人公は思います。そうするとですね、えー、振り返るとですね、空中に、 えー、例のですね、え、田沢と松尾がです浮かんでるわけですね。こう、男軸でよくあるパターンですね。浮かんでるわけですね。で、えー、これが結構ずーっと見えてるんですよ。で、割と長い間見えるんだな、幻影って、っていうふうなことで、結構これが長い間見えてる。で、寮に帰ってですね、寝てですね、変なところだった、とこういうふうに思ってます。で、えー、外へ出てですね、ふと気配を感じて空を見ると、夜空にまだ浮かんでるわけですね。この幻影が。 うわあ、まだってもう10時間以上も経ってるよと、さすがに怖いな、家に帰って嫁に見せようということで、スマホで写真撮ります。そうすると、スマホには写ってないんですよ。写真には写らないんだという、まあ、あの、こういうですね、あの外し方が男軸漫画としてはすごく新しいなというふうに思うんですけども、なんでこれ今日見せたのかというとですね、こういうキャラをですね、えー、バンカラと呼ぶのはですね、ご存知でしょうか。もうね あの、知ってる人もだんだん少なくなってきたのでですね。これ見たら、あの、50代ぐらいの人はわかるだろうけど、もう40代の人はそろそろわかんないかもしれない。こういうキャラのことをですね、バンカラっていうふうに言うんですけどもですね。まあ、バンカラっていうのはどういうのかっていうと、これですね、昭和バンカラ派っていうですね。 まあ、昭和時代のですね、漫画なんですね。で、この主人公みたいなのがバンカラなんですよ。えっ、ー、と、帽子がボロボロですねで。服もボロボロで、で、ズボンがですね、ハイウエストのところでこうベルト止めていて、で、足はなぜか下駄を履いてると。これ実はね、すべてルールが決まってですね、これ様式なんですね。破れた帽子のことを、まあ、破れた帽子と書いて破ウと呼びます。で、このボロボロの服のことはですね、ヘイというふうに言います。ヘイですね。で、高下駄、ハイウエスト。 たんですけどもですね。こういう服のことなんだとまあ、これ服だけじゃないんですよ。バンカラっていうのはウィキペディアの定義によると、えー、ハイカラ、西洋風の身なりや生活様式をもじった言葉であると。と、えー、明治期に空や野蛮なこと。まあ乱暴や野蛮なことをですねえー。肺からね。生き方に対するアンチテーゼとして創出されたもの。 つまり、ハイカラという言葉があって、その後に、ハイカラなのはけしからんということで出てきたのが、バンカラという用語なんですよ。では、ハイカラとはそもそも何かですね。ハイカラさんが通るとかで聞いたことあるかもわかんないですけど、ハイカラとは何かというとですね、明治30年代ぐらいから流行った言葉でですね、元はですね、ハイカラ、つまりこのシャツ、シャツのこの襟が高いことなんですよ。 で、和服の襟ってほら、ベターンと寝てるじゃないですか。それに対して、当時の洋服の襟っていうのがです、ね、男性のシャツっていうのかこういうふうに折った襟ではなくてですね、 この立てた襟だったんですね。すごい立てた襟でですね。で、えー、そのもっと前のですね、男性がブラウスを着ていた時代ですか。あの、ベルサイユのバラの時代とか男性がブラウスを着ていて、で、僕らが今ここでやってるですね、このシャツの袖、カラーっていうのはですね、そのベルサイユ自体のドレスが、まあ、様式化して簡略化したものなんですね。で、この襟もですね、簡略化したもの。昔はこれがレースでわさわさになってて、袖もレースでわさわさになってたんですよ。 で、これが全部ブラウスについてたら洗濯が大変なので、このカラーと襟だけ取り替えることができた。でこのカラーと襟だけ取り替えてアイロンかけたりして、昔はその白くてピカピカのなんか、えー、シャツを着てたわけですね。で、日本にちょうどこの洋服が入ってきた頃は、このブラウスみたいなやつってカラーが別になってる時代から、徐々にこのシャツに直接襟とか袖がついてた時代。 になってきてですね。で、それでこれを上にこうピーンと上げてもう本当にこう顎の辺まであるような高いカラー、ハイカラーを着ていたのでですね、そういう服を着て西洋風を気取ってる人のことをハイカラー、ハイカラーっていうふうに言ったわけですね。当時そんな最新流行のハイカラーなんかを着る明治時代ですね。明治時代ってもみんなまだ枠着てるわけですよ。その時に来るような人は間違いなく西洋かぶれなわけです。だから、 まああの今ではハイカラっていうとそのおしゃれ的な意味合いで使うのがまあ昭和から平成ぐらいまで多かったんですけども当時の明治時代はですね嫌なやつとかですねまああのちょっと嫌味な人っていうような意味もあったそうですでこのハイカラ、ちょっと嫌なやつのハイカラの逆がですね番から野蛮のバンなんですよ え、野蛮の番に、でですね、えー、殻はですね、もうすでに意味がないんです。<laughs> なんで殻なのかって、殻は意味がないです。だから、あの、フジテレビのアナウンサーで昔、あの、血野さんという人がいて、千野パンと呼ばれてましたけども、あの後、マスパンとかですね、パンとかですね、全部にパンついていく。あれ、パン意味ないですよね。あれと同じで、なんとなくついてるのが殻です。で、えー、っと、番殻の時代って本があってですね、これはあの、日本画の話なんですけども、 えー、ハイカラ対バンカラという本なんですけどもですね、えーの、の人義なき戦いと、岡倉天心のですね、言葉でですね、芸術は気迫の発露であるというのがですね、まあ、あのー、日本画の世界であるんですよね。で、そこに示されるような志士とか国士の気質がなぜ画家に求められたのであろうかと。実はね、明治時代、画家というのはですね、思想家でなければならなかったし、国士、国を憂えて絵を描くのが仕事だったんですよ。で、えっ、ー、と、 で、トロを組んでですね、かなり無茶な旅とかをしてたんですよね。明治という時代は西洋文化に浸水する灰からと、自らのナショナリティを重視するンからの圧力であったという本なんですけども、まあ、あの内容をですね、簡単にアマゾンレビューにあったんですけど、アマゾンのカスタマーレビューで読みます。アジア諸国は次々と西洋に侵略され植民地となり、独立を保持するためには日本は西洋に対して戦いを挑まなければならなかった。 その戦いは単に物質文明の領域における戦いではなく、文化、芸術、伝統、精神文明の領域においても、西洋に対し日本独自のですね、えー、文化性、対象、対等性を示す必要があったと。よってこの時代の画家たちの覚悟や気概はもう破格でですね、もうとんでもないものですね。以後の 絵画のです、ね、個人的な趣味で描くという絵の時代とは全く違っていてほぼ劣士国使というで,ですねまああのー、みんなあのなんだろうなあのー、龍馬が行くの坂本龍馬みたいな気持ちで絵を描いてたっていうふうに言うんですねで絵を描く目的はですね国家のためであってですもうものすごい時代なのでですねまあ今の常識で判断できないんですよで、えー、この本の中によ,よりますとですねそのハイからとバンからの対立というのも これさっき僕が言った、ハイカラのオシャレなやつが気に食わない。だからバンカラだっていうのは、まあ、後になってできてきた定義でですね、最初のうちはですね、あの、日本を開国するときのですね、岩倉智美とですね、西郷隆盛の対立から始まるというふうに、そこから書いてるんですよ。<laughs> 岩倉智美派が、その、開国で西洋に早く追いつこうっていうですね、ハイカラ派で、で、西郷隆盛がバンカラ派だと。言われてみりゃ、そう、そうなんです。言われてみりゃそうなんですけど、で、これが王を引いてですね、の、のに六名漢字代、あの、事件 鹿鳴館というのはまあ,あの中学の歴史で習う通りですねあの明治時代にです、ね、西洋のまあなんかあのものまね丸出しのです、ね、宮殿みたいなお城みたいなダンスホールを作ってですねでそこに毎晩毎晩男も女もですね似合わないドレス姿でですね必死にダンスを踊ったと。でこれがそのまあ 悪口っていうのはこれね、現代の僕らだけじゃなくて、当時の明治時代の新聞からですね、講談師までがみんな悪口言ってたんですよ。なんだよ、あのみっともないのだった。全然似合わない服着やがってと。まあこれがハイからを馬鹿にする元にもなったんですけど、全く似合わない服を着て、なんであんなみっともないことをするんだと。しかしこれ、不平等条約改正のためであったと。えー、不平等条約の改正を求められたとですね、イギリスの代表はですね、いや、 不平等って言っても、そもそもあなたたちの国は野蛮であって文明国でないでしょうっううに切り返したんですね。で、なんでかっていうと、我々文明国は大臣とか偉い人の奥さんやお嬢さんがちゃんと公式の場に出てきますと。安全だからですよと。でも、あなたたちの国の奥様やお嬢さんは全然公式の場に出てこないじゃないですか。つまりこれは安全でないということであって、我が国の国民があなたの国を自由に往来して、あなたの国の警察とか司法、裁判所に任せられるはずがないと。 だって危ないんでしょうというふうに言われたわけですね。なので日本は危なくありませんとえ。我が国の奥様やお嬢様たちもちゃんとこういうところに来て踊っておりますっていうのを見せないとイギリスがですね、まず不平等条約を改正してくれないと。このイギリスが一番カくなっで苦しかったと当時の人が語ってるんですけど、外務省が語ってるんですけど、こういう状況があったんですね。で、しかしですね、こんなのが分かってきたのはまあ割と 戦後の研究で分かってきたのであってですねあの戦前の日本人国民はですね全くそういうことを知らずに一斉にとにかく鹿鳴感消しからんイカラ消しからん西洋かぶれ消しからんというふうなことでみんな本当にもうプンスカプンスカ起こってたわけですねアンチハイカラブームでありバンカラブームがですね明治のですね中頃大体明治の30年代ぐらいから起こ,あの起こりましたそんなですね、えー、戦前のバンカラですね もう戦前のンからってね、割とね、資料が残ってないんですよね。あの、あんまりね、写真とか撮られるのが嫌いだったのかわかんなかったんですけども、戦前のンからがまあ一応この辺の写真なんですけども、あの、服がですね、ボロボロなのはなんでかっていうと、生地や仕立てが安いので、とにかくすぐに服がボロボロになったんですよ。で、それでも構わないと。あの、思想を貫くために見た目は気にしないのだというのがですね、戦前のンからです。で、 えー、僕らがですね、よく見る、これあのね、戦後のですね、拓殖大学ですね、のですね、えー、バンカラの皆さんなんですけど、これがあの僕らがよく知ってるバンカラってやつですね、えー。これね、戦後のバンカラなんですよ。で、戦前のバンカラと戦後のバンカラって何が違うのかっていうと、 さっっきも言ったようにです、ね、戦前のバンカラは本当に布が安っぽくてすぐボロボロになったんですけども戦後のバンカラはですねみんな帽子を自分で破って服も自分で破ってで靴の方が安いのにわざわざ高い下駄を履いてですねバンカラを気取っているわけですね。つまり戦後っていうのは既にこのバンカラの格好をしててももうファッションの再生産になってたんですね。この辺になってくると、その 昭和40年代ぐらいの漫画の世界なんですけどもですね、もう男一匹ガキ大将とか昭和バンカ張っていってもですね、まだこの時代は大真面目でですね、このボロボロの服っていうのをかっこいいと思ってやってて、あんた古臭いわね。この、まあ古臭いわねっていうのはこの卓色台の時代ですね。戦後すぐの時代っていうのを思い出せる古臭いものだというふうにやってると。で、この男塾になってくるとですね、もうすでに 笑われる対象になってくるわけですね。もうあの時代錯誤だ、変だというふうなことで笑われるようになってくるんですけども、そろそろこれももう通用しなくなってきてですね、今の時代っていうのはこの 消えていってしまっている。バンカラという言葉がですね、通用しなくなっている。消えていってしまっているわけです。で、今やですね、バンカラという言葉は通じないので、そのおかげで、まあ、このバンカラみたいなものをバンカラと知らずに笑うということはできるんですけども、バンカラのやつができたらかっこいいなというのはですね、もう無理になっちゃってるんですよね。で、えー、まあ、バンカラの主人公にしたものはもう、アニメとかですね、漫画でパロディにしかならないと。 で、おそらくですね、50年後か100年後ぐらいになってくると、あの、多分こういう事態になってると思うんですよ。今から50年とか105年後になってくると、例えばゲームばっかりやっている平凡な中学生とか高校生がいきなり事故で死んだと思ったら異世界に転生してるとかですね。そうするとそこには美少女の魔法戦士がっていうのってあるじゃないですか。 ところがそれって、さっき言ったそのバンから対ハイからの対立で、あの服が生まれたようにですね、今の僕らのラノベとか漫画とか、いろんな状況のお約束の上に整理してるんですね。だから、50年後の人たちがその、いろんなお約束を知らずにですね、いきなり異世界転生ものを読んだら、なんかこれは宗教的な儀式を表してるんではないのかなとかですね。<laughs> 当時の日本人は、えー、来世で、えー 中世ヨーロッパに生まれ変わって幸せになれるという宗教が流行ってたんだっていうふうな、おそらくそういう想像しかできなかったと思うんですよね。あの、多分千年後、もっとあの時代を下って1000年後ぐらいの人類とか、あと遺跡研究している宇宙人からも見たら、僕らの今のそのラノベ的な世界というのは完全に狂ってるわけですよね。あの、宗教的な目的としか多分ね、解釈されないんですよ。例えば、えー、亡き父が作ったロボットっていうのがですね、 遺跡のあちこちかから見つかるわけです。これもお父さんが作ったロボット、あれもお父さんが作ったロボット、これはおじいちゃんが作ったロボットって、なんかあの、この20世紀の後半から21世紀の頭ぐらいに、お父さんやおじいちゃんがロボットを作るっていうのが生えてるんだけども、多分それは、あの、この国に平和をもたらそうとして、例えばその、 鎌倉時代には大仏を作ったように、昭和、平成、令和の時代は巨大ロボットというのを作ることが、その国家安定のためだったんだなというような解釈されたりですね。あとあの、少女漫画でよくあるですね。もう今あるかどうか知らないんですけど、遅刻遅刻って言ってパンくわえて走ってたらドカンとぶつかって、何よって言ってて、学校に行ったら、あ、嫌なやつっていうのもですね、おそらくこれは、あの、稲作。 方策を願うための <laughs> 儀式みたいなもんだというふうに、だってわかんないですもん。僕ら膨大なお約束の果てにそれを受け取ってるけど、わかんないので、どうなってんだっていうふうになるんだと思います。あまとめますとですね、バンカラというのはもともと明治時代の言葉、明治30年ぐらいの言葉でですね、それがですね、その、まあ、こういう服になってたんですけども、でこの服もですね、もうかなり昭和になってから、戦前といっても昭和になってからなんですね。 で、えー、戦後の拓殖台のこの服を見たらわかる通り、もうこれがファッション化してるわけですよ。で、それがパロディーになって男軸の世界になってですね、で、現在は消滅していくと。で、おそらく未来は宗教として解釈,あの解釈されるだろうと、そんな、まあ、ものがですね、バンカラなわけです。